ードモルゲンドグルメドッカーン。さあいよいよ2018年もあと5日間ですか、6日間ですね。そうですね、もう1週間切りました。いよいよですよ。今年なんかいいことありましたか？今年はむしろ嫌なことがなかったですね。あ、いいじゃないですか、うん、まあまあ仕事の方もおかげさまで順調で、うん、よっしゃーみたいな、うん、これはめちゃめちゃいいことでしたみたいな、うん、そういう記憶は別にないけど、うん、悪いことも一切なかった。あのね、お前はね、笑う角には福来たるだわ。あー、なるほど。お前はなんかしないけど、もういつもバカみたいにゲラゲラゲラ笑ってたろ。ああね、お前を見てると、あ、笑う角には福来たるだなと思う。ついてるんですかね、運はある方なのかな。いや、あのね、今年割と悲惨な年だったって人結構大勢いるよ。ああ、その業界の中でですか。まあ、今年はね、近年まれに見るパチンコパチスロ業界大不況の年だったと。そうですね、本当に。でもまあいろいろ厳しくもなりましたし、すごかった。来年もだからどうなるか分かんないですけど。来年もやばいぞ。来年の方がやばいんじゃないかっていう、ね、気配ですけどね、この感じだと、っていう中にあって、はい、まあ笑う数には福来たるだなと思わされたよ。それは、これが俺が今年お前と1年間過ごしてきて、はい、感じた主な感想です。でも逆に嫌なこともなかったでしょ。俺ないよ、だってあるわけねえじゃん、ね、だからさっきの言葉そのまま返しますよ。本当にね、なんか嫌な目に遭ってるの見たことないもんな。あるんだって。いや、あっても、あってもそれを嫌なことだと周りに思わせない、そういう力はね、やっぱあると思いますよ。いいことありました？いいこと、はい、いいこと、近年まれに見るいいこと、年一クラスのいいこと。あ、年一クラスのいいこと、2018年。大きな変化はだから正直あったかって言われると大きな変化はなかったよね。そうですね、まあ、大きな変化はなかったけど、まあ毎日まあ美味しいお酒が飲めてるからいいんじゃないですかね。、うん、それが確かに一番ですよ。換気の引っかかっちゃった。あ、健康診断あれ再検査やったんでしょ。行った。どうでした？ちょっと良くなってた。あれってでも酒を普段ガブガブ飲むじゃないですか、例えばそういう人が、1週間飲まないだけでだいぶ違うんでしょ。だから俺5日間禁酒したのよ。こんなの生まれて初めてです。5日間、5日間禁酒が生まれて初めて。あの、成人して以来酒を覚えてなかったです。成人してからってことないけど、たしなむようになってから、特にじゃあもうここ10年、はい、15年ぐらいの感覚だと、多分だからその人間ドックの前の日はさすがに飲めないから、まあ、そうです、飲まないですよね。ただそういう日を除いてはもう本当にライフワークなんで、で5日間要は再検査、要は精密検査っていうのが来てから5日間控えたの。お酒でしたらそのガンマ GTP が140あったのが120になってたの。そんな下がるんですね。で、あるいくつぐらいから引っかかってる数値になるんですか？60とかが。それでもまあまあまだ高いじゃないですか。ただまだまだ可愛いもんらしいです。要はなんていうの、先輩方に比べたらやっぱ700とか1000とか。700、まで行ったら、まあ、本当にちょっとやばいぞっていうぐらいのもんで、俺140ってそのガンマ GTP 毎年引っかかってる人に言ったら、ああもう気にすることね、気にすることねみたいなノリなんですノリなんだけど、あ、ただ5日間本当酒を控えてみて思ったのは、こんなんじゃ生きてる意味ねえなと思った。なるほどね。だから禁酒して、そのガンマ GDB からなんかをその下げてまで長生きするよりは好きなもん食って飲んで、もうあのね、あれがもうだからそれこそもう5日も続いちゃったらもう俺が俺じゃなくなっちゃう。本当に。でも確かにその通りで、結局そういう我慢をしながらストレス抱えて生きるぐらいだったら、好きなことやった方が僕もいいと思いますけど、それで早死にするのはもうしゃあない。でもなんかもうその5日はもう本当うつむき加減でさ、こんなったもん。そういうのを続けてるとまた別の病気になりますって。そうなんだよ、ね、そうなんだ。元気よく前向きな病気になった方がまだいい。あとじゃあもう一個ありました。お、今年トミーに感じたこと。あのね、酔っ払うとただなくなりました。あ、それはもう年始からずっと言ってますね。あの、厳密に言うと立ちづらくなりました。うんうんうん、はい、まあ、お酒の席でね結構一緒になること多いですけど、昔はもう酔えば酔うほどみたいなのがあったんだけど、もう今もう
とうとうある。これがやっぱ年なのかなと。それ今年からですか。うん、ああでもあれだ。いやあのね、兆候はね、36、7、2年前、3年前ぐらいがあったんだけど、やっぱりね、これ40になって如実に感じます。でもそれこそ2年前ぐらいかな、うん、あの酔っ払って僕らの前で寝た時、うん、僕ら脱がしたじゃないですか。あの時はまあ立派でしたよ。俺脱がされてんの気づいてないけどね。まあ立派でした、立派でした。トロンってトロンって、あのライターチップスの SPSP になってるあのあの日のやつ取るなよあの時はまあ立派でしたよ。ほんと、うん、寝ていながらにして。立派は立派なのよ、あの割と通常時間ね、9時間でね、うんね、立派な。ただね、言うこと聞かないんですよ。どうしますじゃあ、これ2019年対策を練らないと。なんどうすればいいのかな。やっぱり食生活を改善していくとか、そう運動するとか、そうそうそう、そういうことなのかな。だね、まだね、まあ、僕は分かんないですけど、え今40です。ジャスト40で、そのなんか薬みたいなタイプってどうなんですか。いや結構やっぱ周りの人たちさ、頼ってる人は何人も知ってるよ。あ、40で4、まあそうだね、40は全然もっと言うと思う。うん、結構やっぱり。石井さんもいくつですか。え、さすがに同い年とかはいないでしょ。同い年でもないの。いるんだ。同い年だったら僕はともう3年後ぐらいだ。想像したくないだろ。ちょっとそれは嫌ですね。でもほら、例えばあの亜鉛とかね、なんかそういうなんかこう栄養を摂取することによって違うって言うじゃないですか。で僕そうだ、2018年の下期ぐらいから陽明酒始めました、うん、でもやっぱそういうことなんだと思うよ。いや、あのね、朝やっぱ立ちますよ。それ今夜寝る前とかなの。寝る前、飯食う前とか。お、寝る前だ。目覚めもまあいいですし、うん、あの硬くなってますよ、起きたら。あ、そう、朝は調子いいんだけど夜は、だからお酒飲んだ時はだ。そうなんだよな。運動とだからそういう食生活で改善しなかったらもういよいよ薬ですよ。だね、運動もね、なんかね、2、3ヶ月ぐらいの感覚でちょっと運動しようかなと思ってちょっとやるのよ、うん、ただ続かないんだな。 あれ何なんでしょう。僕ね、でも今回続いてます。結局1年続いた。春、3月、2月からか、2月からやりだした。どのぐらいのペースでいけるの。今月はまだ1回しか行けないんですよ。だいたいその、いつもは週1、悪くても10日に1遍ぐらいのペース。あのね、脂肪肝予備軍なのね。で、40歳以上の成人男性なのかな、もう約 40%、 多分2人に1人弱ぐらいが、はいはい、その脂肪肝ないしは脂肪肝予備軍なのと。一番の原因はやっぱ運動不足なんで。だからガリッガリの人でもやっぱ内臓脂肪っていうのだけはついていっちゃうから、じゃあそれどうしたらいいのって言ったら、やっぱ運動するしかないんですよ。そうか。で、あれ2018年ぎっくり腰もなったでしょ。なったなった。あれもだから運動不足。いや絶対そうだよ。原因ありますよね。だってトランポリンになったんだよなんかトランポリンってさどの瞬間になるんですか。このいやそう、あのね、こうついてた時に、そうで、ただなんかイメージ的にさ、ショックを吸収するからさ、逆に大丈夫そうな感じがするじゃない。トランポリンってめちゃめちゃ運動になるって言いますよ。そう、でもあのね、ちょっとやっぱ跳ねるから、うん、降りた時に体重の多分何倍かぐらいのが多分来るんだよ。で、足腰多分相当鍛えられますね。くるくる、めちゃめちゃ筋肉痛になるしね。でも良かったですよ、トランプ。そういう、まあ一応運動の時だったからまだいいですよ。普段の生活でいきなりなったとか、くしゃみとかでなる人いるらしいからね。いるじゃないですか、朝起きたらとか。そうそうそう、立ち上がろうとした瞬間とかね。あれはもう慢性的な運動不足ですよね。そうだから、そういうこともあるから続けたいんだけど、なかなかやっぱ難しいんですよね。なんだろうな、目標がないから。ランニングとかも嫌ですか。もうだからするのよ、その。それ言うと、だから俺、だからほら、駅からどこかまでを徒歩にするとか。あ、それね、雨の日とかめんどくさいから絶対やらない。晴れててもタクシー乗るわけだからね今日もういいやって絶対なりますよ。で、それでそうだからやんなくなる。そうだから、そういうちょっと無理なのは、うん、だから俺一個ね、ちょっと考えたんですよ。俺ちょっと犬を飼おうと思うんです。で、犬をね、俺ほら岐阜でバーやってるじゃん、はい、
で暇そうな日に犬を連れてこうと、バーに、バーに、ほうほう、で行きはまあ車で送ってもらうから犬と車でこうやってやって行くんですけど、はいはい、帰り散歩がてら家まで帰るっていうことを、帰りはほらタクシーで帰るからどの道、犬と一緒に、ただタクシーには乗れないじゃない犬を連れて、まあそうです、まあ、乗れないことないのかもしれないけど、まあどのぐらいのを飼いたいかによります。もうね、立ったら2メートルぐらいですよ熊じゃないですか、うん、どん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 だからもう多分タクシー乗れないんですよ、そうです、サイズ的にだいたい片道40分ぐらいかかるのかな、歩ったらっていうのだったら、いやもう絶対それやんない、でもほら連れて帰んなきゃいけないから行っちゃったらどうにかしそうですよね、どうにかしそう、ただね店終わんの、店終わってもだってもう3時4時だよ、さすがにその時間に呼びつけてそしたら店に泊まるようになりそう、犬と一緒に犬だけ、いや犬だけね、ちょっとあの明日来るからって言って犬だけ、はい、犬だけバーに置いてタクシーで帰ったりとかそれこそクメッチですから、犬はバーに置いてかれても何も言わないんですよ、クメは黙ってそこまでじっとしてそうな気がするわかりました、じゃあ明日まで来ります、あ犬の名前クメにしたのかな、じゃあ2019年の目標は犬を飼うということで、犬を飼うということでよろしいですか、はい、そうですね、じゃあゲンズブルクも何か一つまたじゃあ目標、僕1週間ぐらいちょっと休んでみたい、休みはいいじゃん、いやだから休みはいいじゃんって済ませられることじゃないですか、けどもなかなかその休もうとしないから1週間休んでちょっとどっかゆっくり旅行でも行きたいな、確かに1週間休んだことはないけどね、ないですね、ああいいかもしれない、じゃあタイミング合わせて、そうですね、まあその、うん、時期的にもちょっとやっぱりさすがに今年よりは暇なんじゃないかなっていう、そういうこの世の中の流れもあるから、うん、だったらもうお休み取ってみんなで行くの、だって現場さえなきゃいいんでしょ、そうです、ああじゃあ行けんじゃない、現場とだからそのこう来店系が入るのと、あとレギュラーでやってる仕事がそこに被んなければ、うん、取れない、調整はできるよ、そう調整はもちろんできます、うん、今からもうここは休むって決めてれば、うん、いわゆる閑散期とかあったら行きやすい、できそう、行きましょうよ、ちょっとどっかいい、ね、リゾート地にでも一緒に行ってみたいな、ない、なんかハワイとかは違うんだな、みんなで行くやっぱアジアンリゾートがいいな、アジアンリゾート、うん、それいいですね、来年の目標しましょうか、あ来年の目標、でこれ持ってきてね、ちょっと回してね、うん、それはいいかもね、じゃあ来年の目標それにします、うん、みんなで旅行、みんなで旅行いいじゃないですか、わかりました、じゃあその方向、はい、6月ぐらいに、6月ぐらい、あいいですね、ゴールデンウィーク明け、ちょうどその一番行きやすいんじゃないかな、旅費もちょっと安くなって、うん、でこっちはこっちで梅雨入りして、ちょっともう日本痛くねえなぐらいの、あそうだね、気持ちの時に、あそうだね、いいかもしれない、時期的にいいですね、行きましょう、わかりました、はい、こんな感じで、これ何の何だこれグルメドッカーです、まだまだやっていただいてる店もありますので、引き続きよろしくお願いします。